こんにちは、リニニットです。今、前身頃の中心部分のタックをひたすら編んでます。それで、これタックですね。これ、私が自分で作ったブラザーもシルバーもトヨタなんかもそうですね、全部ナンバーワンのパンチカードですね。で、間違えて開けちゃってたところをカットしてエンドレスにしたからこういう状態です。でもちゃんと編んでくれてます。それがですね、もうね、これゲージでしょ、ここ30段ですよね、9ミリピッチだから。で、これね、これ測ると、ほら反対、これ測ると7センチしかないんですよ。7センチ。30段が7センチ。それで、欲しい長さが、これ、この脇までの部分と脇から上の部分ですよね。この中心部分だから、そこから 5.5 下がるんで、5.5 センチ引いて、53.5 センチ欲しいわけです。で、30段が7センチだから計算したわけですね。30段割る7かける欲しい長さが 53.5 センチでしょ、かける 53.5 はってしたら229段って出たんですよ。と思ってで、これでね、これでこれ10段おきにこう動かせる100均で売ってます、手編み用のローカウンターなんですけど、もうこれでやるしかないかなと思ってたら、これやっぱり私の記憶違いじゃなくて、さすがに229段これで測るのつらいなと思って、一生懸命もう一回探しましたところ、見つかりました、ブラザー用のがありました。だからこれでカウントしてもらいながら、こうやってタッピで作るね、作り目をして、まずこのこれをつけて抜き糸入れて、でタッピで作る作り目をして、今210段まで来たところです。もうでも早いです。だけど、これ目が崩れるととっても目立つんでね、前身頃の中心部分に来るんで、ここ210段まで来たところで途中2回、こう櫛刃にかかったりした関係で目が乱れたので、ほどいて戻して、これローカウンターも戻してっていう感じでやってきたんですけど、あと19段でね、本当にこれ慎重に編んでます。11、12で、ちょっと編み目を引っ張り気味にね、編み目引っ張り気味に13、14、15、16、17、そうだから210段まで、スープ無水鍋でね、コンソメ味でもういろんな野菜入れて、で210段まで とろ火で煮てました。たら美味しいスープになってました。217、218、219、229だ、あと10段、220、221、222、223、224、225、226、28、9、はい、本当かなこれ、信じるしかないですよね。まあ中心部分の平たい部分、ちょっとスクエアネックっぽくなるかもしれません。
ここでね、首ぐりの、ヘラシメとかが来ると厄介なんで、こういうふうにしたんですけど、どうしましょう。ここでちょっと印をつけておいて、私の印付けはいつもヘアピンです229ヘアピンね、映ってませんね。ヘアピンを229段目に入れておいて、でちょっと余分に編んどこうと思います。ほどくことできるんでね、10段ぐらい、はい、10段ぐらい余分に編んどきます。それで平編みに戻してちょっと編んどこうかな。でどうしよう、輪針に取りましょうかね。輪針に取っとこう。本当に229もいるの？まあいいや、ほどけばいいんだからね。これが中心部分に来て、両サイドはメディア、総メディアスでジョイントするんですけどね。このジョイントでまた面白い模様が両サイドにできるっていう、あら、ちょっとなんか目が突っ張ってる部分がある。これ下の方にしよう。で、棒針とかに取るときはね、ベラ越しさせといたらこうやって簡単に取れるんで、これで中心部分できましたね。ベスト、これ手動編みの模様じゃなかったら1日でできちゃいますね。大人のベストも編み機は早い。言っても今日中に作るつもりないですけど、疲れちゃうからちょっとね、夕方内科に行かないといけないんで、見てください、ここね、映らないか、目がつっちゃってる。あとは綺麗なんだけどな。で糸切ります。よいしょ。ケージがどのぐらい信用できるか。ああ、やっぱそうですよね。こんなもんですよね。ここまでだから、こんなもんか。ね。で、抜き糸外して、こんな感じで。もう洗浄とかしてます。こっち、この左側の前身頃を編んで、で中心のタック部分とつなぐのにもうゲージが違うんでね、悪戦苦闘してようやく片側はつないだとこなんですけど、まあ、まずはまだ編んでない右側の、前身頃をやりたいと思います。で左側でもう印をつけたので、これにのっとってやります。でこの幅の中の13目13目の間がちょうどこれですね、このタックになります。タック部分になります。で端はこういう形で出してます。ちょっと先に左を作ればよ、あ、右を作ればよかったのかな、写しにくいんですが、はい。で、これね、普段使わないときはこうしてあるんですけど、これをカチンって止めることでできますが、脇まではもう段数が決まってるんで、これつけずに段数でまっすぐ行きます。でこのブラザーのこれってローカウンターってちょっとややこしいですよね。この、100段と10段台はこう右側に回して合わせますね。この100番台からまず合わせて、次こっち合わせて、今度1番台は左側に回す。
こっちから右側、右側で、ここは左側っていう感じですね。はい、ではやっていきます。あ、すごい、もう私の足元すごいことになってます。ケート、ほどいたケートとかね。25枚です。で、この間にタックが来て、またこっち25目っていう感じなんですけどね。だから後ろ身ごろと、あの目数はタックだから違うけれども、あれ、どこ行った。はい、またこれを使って写していきます。これは前身ごろについては、最初にタックとジョイントしてから、後から裾はやろうと思うので、まあでもとりあえずこれを重りにして作り目をしてっていう感じになりますね。もう前身ごろはサクッと飛ばし飛ばしでやっちゃいますね。後ろ身ごろと基本変わらないというか、このシートに書いた形の、シートに書いた通りに、製図シートに書いた通りに、こっちぶつかっちゃう、大丈夫かな、もうちょっとこっちにしよう、力任せ。何がぶつかる、この人は大丈夫そうですね。はい、あ、ちょっと待ってもうね、もう本当、ゲージの違う同士を段でつなぎ合わせていくのに、もう計算、頭で電卓と紙と頭で計算してもその通りに言ってくれなくてですね、もっと真面目に数学やっとけばよかったと思いますが、そういう問題じゃないのかな。母もね、これは この場合はここを何目飛びで取るんだよとかね、どうして、なんでそうなるのって言ったら、なんでっていろいろやってきてそうなることが分かったのいいねってよく言いますけれども、あ、これちょっと右側からやる方が慣れてるので、ちょっとこっちに移しておきますね。で、作り目は例のやつです。このなんかこれがね、やり方に慣れてね、前すごく一番下手な作り目だったんですけど、これが一番好きになっちゃいました。節輪にかけるね、閉じるのと一緒で、これがいいです。この左手の働きが大事なんですね。右手はもうタッピを上下させるだけ、針と針の間で映ってます、ちゃんと。もうね、ちゃっちゃとやっちゃいます、前身ごろは。で、これ糸は下で、糸口、糸足りるかな、足りるかな、よしよし、はい、で段数計入れます。はい、何段だったっけ、82段、ただひたすら82段編みます。あー、いけない、編み目ダイヤル4ですね、7になってましたはい、はい、82段編めました。そうしましたら段数計また0に戻して、そして製図、脇の線に合わせます。
私のどこが映ってる？頭？はい、合わせました。はい、で今度はっていうか左は映してませんのでね、こっち側になりますね。でこのこの製図に書き込んであったりするんで、その通りに編んでいきます。これは後ろ身ごろと一緒ですね。前身ごろは31段、こう来ましたらここ4目閉じます。後ろ身ごろと一緒ですね。端が38だったんだから1234、はい、4目閉じました。そうしましたら、そう、これ今度はこちらですね。これ使わない時こうしてるんですね。でここちょっと持って、ここの穴にピョンと入れたら、でこっちキャリッジもこれを動かすのとこれを動かすのと両方がこっちで必要でも必要なんで、はい、いきます。で次で1段減らす、1段じゃなくて1目減らします。中の目を移してきて減らします。今2回動いた。でまた減らします。目しか減らせなかった。書いてない。消えちゃってるかな。32、あ、もうこれでいいんですね。はい、ここから首ぐりの線が前身ごろは首ぐりの線の方が先に出てくると思います。肩先より当然ね。こっち写しときますね。もうただまっすぐ編み上がっていきます。はい、前身ごろの線が出てきました。ただここですね、この印13だから、こっちだと20が10で1、2、3、13、この線ですね、13からこっちになりますね。はい、いきます。両方写せたらいいんですけどね。でここでこっちが脇ですんで、中側一目減らします。これは製図の通りです。ここで2425262728
28までの針を出して、あ、ちょっと待って、違うでしょ、違いますよね、あ、違わない、ここはね、首ぐりの部分が、首ぐりの部分が、なんていうのかな、ガータ、タックになるので、ここで引き返し、肩下がり作っていきます。で、次が、かけて、で、もう整理編みですね。で、ここは1編んでおきます。はい、これで捨て編みですね。これアイロンかけないと何が何だか分かんない状態だと思うんですけど、これが脇ですね。で、こんな細いです、間に。でもちゃんとゲージ通りに編んであります。じゃあ抜き糸外しますね。すごく有用ですけど、これ本当に助かってます。もう何度も何度も編み直す、ジョイントするのにね、前身ごろの片側とタックの部分ジョイントするのに何回編み直したか。結局メリヤス編みの部分とタックの部分とがうまくしっくりきてくれなくてね、もう何度も何度も編みました。下にもうだから糸が、ほどいた糸が散乱してます。はい、じゃあこれでここから面白いの、面白いっていうか、ようやくメリヤス部分とタックの部分がね、ようやくうまくしっくりつながる、つなぎ方がようやく分かったので、でここからはもう段数計も使いません。でこちらですね、これアイロンかけてるんで分かりやすいと思うんですけど、結局こういうつなぎ方なんですね。どうでしょうか、私が見えないだけかな。こういうね、あ、これ映ってます、映ってる眼鏡、あ、これ普段使いの眼鏡だ、あれ編み木用の眼鏡どこ行ったんだろう。はい、ここがタック部分ですね、タックです。でこっちが先に編んだ前身ごろなんですね。でこういう形で、これ縄編みしたみたいですけど、こういう形でジョイントしてます。これとこれがね、もう全然3対2ぐらいのこれでお見せしましたよね。どれだっけ、どれがどれだか分かんない、ちょっと、あ、これね、メリヤス、これメリヤスのゲージですよね。でタックがこれでしょ。でこういうふうにお見せしましたよね。こっち30段、
この30段分がこれ10、20段ですね。メリヤスの20段までしかないんですよね。だからこれで考えて、あ、こうすればいいはずだと思って編んだら、もうこれがこうつっちゃって、こっちもこう引っ張られちゃってとか、もう本当に3回ぐらい編んではほどき、編んではほどきってしてて、ようやく分かったっていうか、やってるうちに、あ、こうしたらしっくり、ちょうど同じね、どっちも引っ張られずに ちょうどいい状態でできるなっていうふうに分かったわけです。ということでこれをつないでいきます。これね、端の方からやらないとどん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 こうずれていくんですけど、まあでも全部はやらずにこういう感じですということでやりたいんですが、これは4目から始めます。もうちょっとこっちにしとこうかな。こう、もうこれは巻き目で4目の巻き目をして、ちょっと1段だけ編んどきます。あ、引き返しになってる。はい、1段編みました。そうしましたら、ちょっとこの糸こんな感じで隠しておいて、ですね、これがタックですね。タックの表です。これひっくり返します。ひっくり返してからこういうふうに、これが下になりますね。ひっくりか、裏を見て下で、こう、これが下で上に向かってこう横になるような形です。そして今編んだ前身頃ですね。前身頃もこれは脇を気をつけないといけない。こっち側左側が脇で、これ表ですね。これひっくり返します。裏にします。そして裏の裾からこういう向き、こういう向きで取っていきます。だからどちらも裏同士でこうやって、上に向かってこう横に並ぶような形ですね。それでこれはキャリッジの反対側から目を取っていきます。拡大しましょうか。これぐらいかな。なんだかぐしゃぐしゃと映ってますが、はい、キャリッジ左にありますね。キャリッジの反対側から取っていきます。で、取る目は取る目はですね、これ目を見る、横の目を見ると、こう渡ってる目と、渡ってる目と拳みたいになった目と、渡ってる目、拳みたいになった目、渡ってる目、これループノット、ループノットってダイアナ先生なんかはおっしゃいますけど、アメリカの、これこのループを取ります。常にループを取ります。これを引っ掛けて、あくまでも裾からこう横にな、編み地が横に来るような感じですね。それで1、まだちょっと出した方がいいですね。次がタックの裏側、ここが裏の裾で、こういうふうに上になっていきます。で、タックですね、これなんです。先ほどお見せしたように、メリヤスの20段の長さしかタックの30段がないんですね。で、これで苦労したんですが、これでタックの場合はちょっと裏じゃないんでちょっと分かりづらいんですけど、あくまでも結局こっちで取ってこっちで取ってってするんで、一目飛ばしで取らなきゃいけないんですね。で、これタック、これは縁の端の目だな。
1回目、拳を飛んで12と2目取ります。これ1ですね。2、次またこれ今編んだやつ、ノット、ループを取ります。3、今度タックの方、タックの方はノットを飛びながら1、またノットを飛んで2と取って4段目で、こちらは1目取ります。5段目で、こちら 6段目は1目だけ取ります。ただ常にあまれた目のこれね、ノットとループが分かりづらいんですよね、表側なんでね。これが編まれた目で、ここになるか、ここですね、一目飛ばしです。はい、で6と編んだら、キャリー、あ、そうか、こっち側からやらなきゃいけなかった。キャリッジと反対側にねじります、ねじります。おや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 、ちょっと移動しといてからねじりますね。ちょっとそうだ、 逆になっちゃうから、キャリッジを逆にすればよかったのか。ちょっと移動します、お引越し。よいしょ、この辺からかな。よいしょ、ごめんなさいね。はい、こうなりましたら、ちょっとボケてる、近すぎてボケてますね。で、暗いしね、自分の目が見えないから画面が見えない。はい、このキャリッジ側の2目をこう写します、こういうふうに写します。ただ編み地は同じです。こっちがタックなら常にタック、こっちがメリヤスなら常にメリヤス、反対側逆になりますけど。で、まずメリヤスの方ですね、ノット、これ編んだ目です。ノット、ループを一番端の目で、こっちは、あ、違う、で編みます。で、キャリッジと反対側、これ編んだ目ですね。ここは一目飛ばしじゃないと合わなくなるんですよね。1、一目飛んで2と入ります。タックの方は2段目で、これループを取って3、3段目ですね。 4段目も2目取る、1目飛ばしながらですね。4、あららら、5段目はメリヤスなんで、ノットループとループを取ります。5で、6段目はこれが編んだ目で、1目飛んでここですね、1目だけ取って6です。そうしましたらキャリッジの側移します。で、またキャリッジと反対側を取ります。これはメリヤスになります。見えない、目が見えない。1、次これ編んだ目、2段目は2つ取る、1目飛ばして
2目取って2、編まないと気をつけてください。これはループを取って3、キャリッジと反対側です。取るのは4も1目飛んで2目入ります。こうしとくといいですね。4、わあダメだ、糸がもうすぐなくなりそう。4、今度キャリッジと反対側です。ノットループ1本だけですね。外の半目、これは5ですよね。3、4、5で、これ編んだ目で6は1目だけ、6。そうしましたらこうやって、あー目が落ちちゃった。2目をキャリッジと反対側に移します。この繰り返しですね。で、またキャリッジと反対側の目、ノット、ループ。メリヤスは1目だけ、ノットを飛んで1目だけです。1、これ編んだ目、ノット、ループ、ノット、ループとタックは2回取ります。2、ループ1本取って3段目、3段目2つ取ります。5、いや4ですね。4段目、今度5段目、5回目1つ取って5、6回目だけ、これ編んだ目です。ノット、これですね。6回目だけタックは1目取ります。6。そうしましたらキャリッジ側の2本、こう移す。もうこの繰り返しなんですね。で、このあら前身頃のタッピがくっついてる、前身頃のだいたい、ここがこうなってて、ここが肩下がりできてますね。だいたい 5.5 センチぐらいのところまで やっていくことになります。そうしましたらこういう風な、ギリギリね、この乱れてる目のところはこんなんとかごまかそうと思ってるんですけど、こんな感じですね。ちょっとスクエアっぽくなるかもしれませんね、こういう風に。こういう、これをずっと上までやって、この段数を見とけばいいんだな。 1,2,3,4,5,6,7,8 8段ぐらいを残して、これね、ほどけるようにこうしてあるんですね。こうしとくと、あの後からどうするか決めてないんで。でこれね、あの本当に混乱するんですよ。裾から裏にして、裾から始めて、こういう風に横並びにするんですね、ジョイントするのを。でこのジョイントの仕方もいろいろあってね、本当は間がハート型になるような、間がっていうかジョイントされた部分がこうハート型みたいにこうなるのをやりたかったんです、本当は。でもそれだともうこのゲージの違いがですね、あってとても複雑なことになるので諦めたわけです。はい、そういうわけで前身頃の前身頃タック部分と両サイドを編んで、
でジョイントのやり方をしてみました。はい、この後はまた次回に続きます。以上です。